ジョン・フェンはアメリカ合衆国の分析科学者。ニューヨーク生まれでケンタッキー州で育ったフェンはベレア・カレッジで学位を取り、1940年にイエール大学で博士号を取得した。その後3年間プリンストン大学で博士研究員として海軍の研究に従事した。1962年からはイェール大学の科学工学部に属し、1987年に 定年退職を迎えたが、この間にノーベル賞の受賞理由となった研究を成し遂げていた。1983年、フンボルト賞受賞。20年以上、イエール大学に勤めた後、1994年からは分析科学の教授としてバージニアコモンウェルス大学に在籍した。2002年にエレクトロスプレーイオン化法の開発により、ノーベル科学賞を受賞した。 エレクトロスプレイイオン化法は生体物質を質量分析する上で必須の技術である。同年には生体分子技術における顕著な業績に対して生体分子資源協解賞も送られている。フェンの発見はすぐに様々な具体的な業績となって現れた。例えば薬品となり得る複雑な進化合物を評価する。 スピードが飛躍的に速くなり、1990年代にはエイズ薬の開発が進んだ。エレクトロスプレイイオン化の特許について、イエール大学との間で法廷闘争になったが、2005年2月8日、イエール大学側は100万ドルと部分的な特許権を勝ち取ることとなった。2010年12月10日、アメリカ合衆国バージニア州にて死去した。93歳ボーズ。 ありがとうございます。